こんにちは、デリッシュキッチンです。ちくわときゅうりの明太和えを作ります。きゅうり1本はヘタを切り落とし、麺棒などで叩きます。食べやすい大きさに切りましょう。ちくわ3本は斜め薄切りにします。明太マヨです。明太子1本は真ん中に切り込みを入れ、中身を取り出します。ボウルに入れ、マヨネーズ大さじ2、めんつゆ3倍濃縮小さじ1、白いりごま小さじ1を加え、よく混ぜ合わせます。きゅうりを加え、ちくわを加え、よく混ぜましょう。器に盛り付けて完成です。